フィルムセンター火災は1984年に東京都中央区の東京国立近代美術館で発生した火災である。フィルムセンター1984年9月3日14時50分頃東京都中央区京橋三丁目の東京国立近代美術館フィルムセンター本館5階のフィルム保存庫から出火。5階には窓がなく 壁に穴を開けて放水が行われ、70平方メートルの保存庫を全焼して、どうや8時半ごろ沈下した。この消火活動で消防隊員3名が負傷した。出火当時、同館では、この1年間に亡くなった映画関係者を偲ぶ特別上映会の開始直前であったが、観客は全員避難し、負傷者は出なかった。5階には主に、 日本国外の映画のポジフィルムが保管されていたが、その多くが消失した。自動車の排気ガスによるフィルムの痛みを避けるため、神奈川県相模原市にフィルムセンター文化を着工した矢先のことであった。当時の映画用フィルムは、可燃性のセルロイド製のものが多く、自然発火を防ぐため摂取25度以下で、保管できるようクーラーが設置されていたが、9月1日、 夕方は涼しかったため電源が切られ、3日の正午頃まで停止していた。しかし2日の最高気温は、摂氏35.2度、3日はさらに摂氏38.1度と、記録的に気温が上がったため、警視庁中央署ではフィルムが自然発火したとしている。同感会館以来、東京都火災予防条例で定められた少量。 危険物の届け出がなされておらず、温度記録系の記録紙がセットされていないなど、管理上不備な点も見られた。5階の保存庫に保管されていた、日本国外の映画作品421作品中330作品が、消失した。パリサイ、ゲームの規則、天国への道など8作品と研究用に持ち出されていた11作品。 最近寄贈を受け点検作業が行われていた50作品は無傷であったが未完成公協楽、女だけのと居酒屋などが消失した。会議は踊る、制服の処女など83作品は損傷が軽微で修復が試みられた。朝から夜中まで大いなる幻影、外人舞台、餅など33作品はデュープネガと呼ばれる。 複製の中間段階のフィルムが残っており、再生が可能であった。多くは制作した国のネガフィルムから複製されたもので、あるが、中にはネガが現存しない作品もある。4回のニュース、記録映像や、地下の日本映画には、被害はなかった。ありがとうございます。